演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、大久保屋の黒身ゆべし、ごまゆべしというものを食べてみたいと思います。こういうお菓子があるんですね。これはどんなお菓子なんですか。なんかこういうふうに解説書も入っていましたし、購入先とかも書いてありますけど、でもやっぱり気になるのは見た目ですよね。まずはオープン、くるみゆべしはこういう感じですね。横からなんか、なんて言ったらいいのか、つばみたいな感じなのかな。ごまの方は、はい、やはりごまといい真っ黒ですね。ではこちらのくるみゆべしの方から食べていきたいと思います。やっぱり、おや、金粒のようにも見えますが、周囲が覆われてるわけじゃなくて、ぷにゅぷにゅしてる、羊羹を持ってるような、そんな感じがしますね。では、いただきます。あー、なるほど、そういう食感ですか。羊羹、いや、ウイローとかとは違いましたね。でも、美味しいな、これ。羊羹かなと思ったんですが、食べてみるとわらび餅のような食感でした、ね、わらび餅のプニプニした食感をちょっと大きくして四角したような、そんな感じです。市販のわらび餅は丸が多いのですが、これは四角いのでもう少し弾力を強く感じることができましたね。で、くるみゆべしの方は上に乗ってるくるみのザクザクとした食感がとっても美味しくて、二重で食感を楽しむことができて大満足でした。なのでこちらはこちらの点数とさせていただきます。で、こちらの黒ごまゆべしの方はごまの風味は確かにあるんですが、ちょっと物足りないかなというような気がしましてましたね。もうちょっと黒ごまの風味が強かった方が美味しかったかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。まあ、どちらもお餅が好きな方にはおすすめですね。弾力があります。それでは蝶のように国が舞うのに必要か。国が舞うってどういう状況なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。